園芸月刊誌、ヨーロッパの植物の図版花の拡大フラグミペディウムペアイ、フラグマイピーディアムピロシーは卵化植物の一つ。この類では比較的小柄な種で、側花弁が垂れ下がる花を複数付ける。補服形を持つ多年生双本。葉を根室状につけ、地下に茎を伸ばして集団を作る。葉は細長くて、線形、先端は尖る。 斜め上に伸びて先端は緩やかに垂れ下がる。葉は緑色で表には鈍いツヤがある。花形は葉の中央から伸びる。ほぼまっすぐに立ち上がり、高さは20から30センチメートルほど。細かい毛を持ち、途中には複数の包みがある。花は花形の先端にあり、数毛をつけ、下から順に開花する。つぼみははじめ上を向き、やがて下に曲がり、 うつむいてから開花する。花の基部には尖った包みがあり、花形はごく短いが長い脂肪がある。花は幅狭く縦長で、長さ7センチメートル程度。全体に淡く褐色を帯びた緑色。背学片は狂乱形で先端が尖り、やや前に垂れ、多数の褐色を帯びた縦線がある。側学片は左右合一して、真弁の後ろにあり、幅広い卵型で。 やはり縦線がある。側壁は細長く、ねじれながら垂れ下がる。またその基部の上縁に、少々の下面の随柱に近い部分に多くの褐色の毛が生える。新弁は袋状で、その縁は内側に折れ込み、袋部には淡い縦線があり、口臭の折れ込み部分には緑と褐色の斑点が並ぶ。髄中は下を向き、その縁には、 密に褐色の毛がある。南アメリカ、エクアドルやペリューなどのアンデス山脈域に分布。渓流沿いの岩の上や隙間に生える。溶ンとして栽培されることがある。栽培下では丈夫で繁殖しやすい。また、日本では主に夏先。オーバピー、P、91。ありがとうございます。